皆さんこんばんは。インターナショナルカップグループ2、日本対アルジェリア第1節の模様をご覧いただきます。本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。さあ、インターナショナルカップが始まりました。厳しい予選を勝ち抜いたチームが民族、国、そして選手の誇りを、プライドをかけ最高峰のステージを目指します。はい、どの国が勝ち残っていくのかも楽しみなんですけども、それとは別にいわゆるスター選手たちが自分の国でどんなプレーをするのか、その辺も楽しみですよね。そうですね。好ゲームを皆さん期待しましょう。さあ、日本笛が吹かれてスタートです。ついにインターナショナルカップ本大会の開幕です。左サイド、香川が抜けてくる。一人で持っていく。この後ですよね。パスをカットです。これは通りませんでした。キーパーしっかり抑えました。届く。クリアしました日本。ダウゴ、真ん中から上がっていこうというところ。スルスルっときたパス、バットつながったか。駆け上がる右サイド、ここで受ける。さあ、ワンタッチで R ですね。イエローカードです。無駄なファールにも見えましたけどもね、注意してほしいですね。そして前線、さあ日本ボール、ここでオーバーラップ。さあ、カウンターのチャンスになります。香川、さあ日本ボール、大迫、パスをカットです。遠藤、ここでホイッスルがありました。
この辺はね、やはり抜ければチャンスシーンですからね。キーパーがっちりキャッチ。さあ北澤さん、日本少し流れが来ているようにも見えるんですが。そうですね、出足はいいですよね。ここで受けた。清武、遠藤、おっと危ないところでファールです。なんとここでイエロー。アルジェリア、ここからの直接フリーキック。さあ日本危ないぞ。バックパス、走りを演出。しかしこれは笛です。直接フリーキックです。いいでしょう。ゴール前はどうか。さてコーナーキックに変わります。初めてのコーナーからのセットプレー。さあどうか。狙ってますよ。渡ります。遠藤、あっと左にそれたが、右下げてキックは、さあどこへ収まる。遠藤さばいて、後ろへ流して、香川、遠藤、これは合いませんでした。キーパーキャッチしました。時計は30分を過ぎています。バックパス、さて北澤さん、日本今のところ0対0。中盤での動きがこの辺から急に良くなっていますよね。ええ、そうですね、いい調子ですよね。細貝、中央上がっていきます。奪われる。カウンターを仕掛けます。アルジェリア、真ん中から上がっていこうというところ。さあ日本ボール、一人で行く。いいでしょう。弾き返されます。チップキックシュート。中央にいるぞ。おっと笛が鳴っていました。オフサイドですね。なるほど、旗が上がっています。ダウド、右を使ってきた。カルム、柿谷、サイドからの攻撃、ここまで走ります。さあ日本チャンスだ。さあ左サイド、長友が駆け上がる。いいボールだ。
今のところマークの仕方はね、日本いいでしょうね。さあ日本ボール、ディフェンス、これは通りませんでした。パスの選択は大迫、柿谷、笛が鳴りました。前半終了です。さあ北澤さん、前半を終了して無得点のままですがどうでしょう。そうですね、一瞬これはっていうところもありました。さあ後半、両チームとも前半終了時と同じメンバーで臨んでいます。さあ日本チャンスだ、中に2枚ダイレクト、コーナーキックへと続きます。誰に行きますかね。際どいコース、まだありますね。サイドへ出した、またチャンスとなる。右に、駆け上がる、浮かして狙ってきた、メライ、カルム、カウンターですよ。キープしたい日本、中がちょっと寂しい、シュート、後ろへ流して、左を使ってきた、下げて前線フィード、さあダイレクトで行くのか。さあ日本チャンスだ、どうする、上がる、自分で行くのか、自分で行くのか、頭、ちょっと合いません。さあ日本ボール、コントロール前線へ、ここでホイッスルがありました。さあこの位置から蹴ります、壁に当たった、ゴール前はどうか、左、ボールが抜ける、ここでファールがありました。このセットプレーはアルジェリアボールになります。清武、日本まだ得点はなく0対0、だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。まあそこまで持っていく回数は多いということもありますしね、そこからどうするかでしょうね。流し込んで、さあシュート、ディフェンダーに当たった、抑えました。一回当たってるんで難しいボールだと思いますけども、よく止めましたね。さあ日本ボール、吉田、森重、細貝、
おっと上がってきますよ。前線です。香川、香川、ここはヘッドでクリア。大迫、オフサイドの判定ですが絶妙な抜け出しでした。そうですね、ああやってわざと相手の目を引きつけさせてるのかもしれませんよ。ですがいいタイミングでした。そこからいいボールが欲しい。さあ抜けてきた、正面に2人入っていきます。ゴール前はどうか、時間は後半30分を経過しました。このボールにこのシュート、西川のセーブ。ああファインプレーです。パス左サイドです。細貝、清武、ここはファールがありましたか。ちょっと待ってください、両チームともにここでメンバー交代するようです。まあ出ていく選手についてなんですけど、絶好な位置でシュートチャンスを決めなかったところがありましたから、その辺の決定力不足を気にしての交代だと思いますね。なるほど。大迫、いとも簡単にボールを奪われてしまう。中央から上がっていく、山口に渡ります。ここまで上がってきましたね。いや本当です、合わせて。ああでもね、これ押し上げ遅くてオフサイドなかったかもしれませんね。ダウゴ、おっとここでファールです。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。ここで選手の交代があるようです。バーに当たる、そのまま狙ってきました。そうですね、いいキックでしたよ。わずかの力加減なんですけどね、あとはコースだけでしたね。まだチャンスありますから頑張ってほしいですね。左側上がっていきます。パス交換、このボール抜ける、さあ日本ボール。カルム、これはファールです。ここで選手交代。さあ裏のスペースを狙います。日本クリアした。鉄壁の守りを見せます。さあ日本危ないぞ。山口、バックパス、右サイド、出てきた、抜けない。ここで試合終了のホイッスルが鳴りました。日本大会初勝利は次の試合に持ち越されました。
さあ北澤さん、今日の対戦を振り返ってください。そうですね、両チームとも攻めきれませんでしたよね。今日だけ見れば実力的に互角であったということでしょうね。